鉄砲を持つかね。なんとかあの人を助けなきゃ。ちょ待ってよ、仮面じゃない、こっちも人間。撃ってみなさいよ、撃てるものならね。ナミセちゃん、本当にありがとう。これからは仲間としてよろしくね。危ないと思ったら逃げてくれてもいいし。北条さん、ちょっと待って。お風呂とか入ってないから。私臭いかも。ナミセちゃんごめんね、私変な想像しちゃって。変な想像って何？強い人ね、本庄さん。あなたみたいな強い人とは初めて出会った。あなたなら、あなたとなら割れたぞ。この世界でこれほど無防備に他人に背中を見せるなんて、無神経なのか度胸があるのか、それとも私のことを信頼してくれてるのか。無防備すぎ。本庄さん、これ私がもらっていいかしら。ああそうだね、ニセちゃん今武器ないし、ニセちゃんが持っててくれた方が良さそうだね。ありがとう。ニセちゃん刃物大好きなんだね。ニセちゃんって同い年なのにお姉さんみたいだよね。まゆこお姉ちゃん。おねありがとう、元気出た。まゆこお姉ちゃん、子供の頃からいらない子扱いだった。絶対に幸せになれないタイプとも言われてたわね。おかしな話よね、そんな私がこの絶望の世界で幸せを感じるなんて。好きよ、だからあなたが殺されるぐらいなら私が。ダメ、それかぶっちゃう。ニセちゃん、さよなら本庄さん。この世界であなたに会えて本当に。よかった。自殺なんかさせない、諦めないで、何か手があるはずだよ。本庄さんありがとう。あいさー、大好きだわ、私の天使。忘れてしまっていた。本庄さん無事だいて。じゃないと私が助かった意味も生きている意味もない。どっちなの。